これはベジタブルバナナですが、バナナの葉の展開の仕方と葉の高さ、花茎から上の方にあります葉の高さの位置は、普通でしたら最後に出てくる、最後に出てきた葉っぱの方が高い位置にあるのですが、このベジタブルバナナは本年最初に出てきた葉っぱがこのようにサンルームの天井ギリギリに使えるような格好になっていました。この葉っぱの次に出てきたこちらの方の葉も最初はてっぺんに使えるようになっていましたが、徐々に下がってきて、今は針の下10センチ近くのスペースがあるようになっています。つまり本年最初の葉っぱの高さよりもその次の葉っぱの方が低く収まっているということです。そうして本年3枚目の葉っぱは、最初は巻き葉の状態の時にはこのてっぺんのカーボネートに完全に突っかえてしまって少し折れ曲がっていたのですが、ほんのちょっとだけ展開しやすく手助けした後は水平ぐらいに向こう側に伸びていって、なんとこの本年1枚目の葉より2枚目の葉の方が低く収まり、さらに3枚目の新葉が一番低いところに収まっているのですね。前に撮影した時に少し話しましたが、植物というものは、まあ、バナナに限らず自分の置かれた生育状況をよく理解してそれなりに工夫するものだとちょっとだけ説明しておいたのですが、このベジタブルバナナはそうですね、このサンルームはですね、家に隣接している方の高さが2メートル80ぐらいで、向こう側の方は2メートル50ぐらいで、緩やかな傾斜しか持っていないんですね。まあ、ちょっと家とその前面の庭との関係でこのような構造になってしまったんですが、おそらくこのベジタブルバナナは本年最初に出てきた葉っぱが使えた状況を自覚して、あるいはあたかも自覚したかのように2枚目の葉っぱを低い位置に押さえて、3枚目はさらに低い位置にとどまるようにして、次の4枚目の葉っぱを準備しているのではないかと思います。まあ私のうがった見解といえば言われればそれまでですが、私にはそのような工夫を
しているように思われます。次の4枚目の葉っぱがどうなるかで、まあ、大体わかるとは思いますが、私にとってもこのベジタブルバナナは、まあ、最初は向こうの方の畑に地植えしておいたんですね。去年の8月ぐらいだったですかね。その後これは大きくなってしまうなと思って、口径60センチぐらいの鉢に植えて、このサンルームから見える向こうの庭の方に置いておいたんですね。で、去年の11月にこのサンルームができたので、鉢から取り出してここに植えたんですね。まあその前は8月に畑に地植えする前は、確かビニールポットかなんかの鉢に植えて沖縄から持ち込んだんですね。まあ昨年の初め1月あるいは一昨年の暮れからはもう引っ越すのは確実になってきた情勢でしたので、台風でダメになった倒伏したりダメに折れてしまったりしたバナナの後に出てきたいろいろな小株ですね。それの中で立派なものは、まあいずれ上等すべき人、まあまだ決まっていなかったのですが、その人たち、その方あるいはその人たちのためになるべくいい苗を植え直してあげようと思って、2年連続の台風の後のバナナ園の再構築をやってきて、そうして残りの、まあ表現は悪いですがクズみたいな新芽ですね、それをビニールポットや寸胴鉢やスリット鉢、不織布ポットなどに植えておいて、去年1月一昨年の12月ぐらいからでしたかね、行き来 してこちらの、まあ、家内に任せきりになっていたいくつかの畑、の、まあ、復旧を毎月やりに沖縄と和歌山の二重生活に入っていたんですね。そういう状況の中で、まあ、例えばこれらのような小さな苗ですねを何度かUパックなどで送って、そうしてついたものをほどいて鉢植えのし直しとか、まあ畑のあちこちに植えておいて、そして少しずつ大きくなってきたものを育ててきたんですね。ですからこのベジタブルバナナも、まあ、今はこれぐらいに、まあ、多少立派になってきましたが、元はといえば、まあ、こんな粉に近い状態だったんですね。それで、まあ、ちょっと不規則な植え替えが何度も続いた後にここに植えられて、冬の間はここはサンルームといっても全くの無加温ですので、日中は外気よりも、そうですね、数度から10度ぐらい高くなることもありました。
そうして冬は、まあ、基本的には外気、外の気温と同じぐらいなんですが、まあ、冷たい風とかが入り込まないので、3度、4度ぐらいは外の気温より高かったように思います。あと、霜の害を受けないということで、灰たみがなかったんですね。単なるビニール、まあ、紫外線カットとかしないビニールのような素材だったら、あるいはガラスだけでしたら、おそらく葉焼けしただろうと思いますが、ここはカーボネートというのは私も知らなかったのですが、予期せず冬の間は露血が多くて、それが日光をある程度遮ってくれて、まあ遮光率、例えば 20% から25% とかになるのかもしれません。それが結果として幸いして冬の間も全然葉っぱが焼けるということはなかったんです。成長がストップした状態、あるいはそれに近い状態で越冬できたんですね。それで、まあ、暖かくなってきてからまた新葉の展開が始まってこうなって、そうして先ほど話していました新しい葉ほど、葉っぱほど低い位置に収まるような工夫が見られるような感じになっているのですね。まあ、このバナナだけでまだ情報に余裕がある、まあこれ銀バナナ、その隣も銀バナナ、その向こうはちょっと見にくいですがマッサン、ずっとあちらにちょっと葉っぱが見えるのもマッサンですね。その手前はメリクロンのほんのこないから育てたドワーフオリノコ、隣もドワーフオリノコ、まあ、それらも最初沖縄で冬の間でしたが地植えしておいたんですね。でほとんど沖縄の冬というのは、特にやんばるの私たちが住んでいた本部町の泉というところでは、そうですね、まあこんなこなえ程度地植えすると冬の間はほとんど成長しないんですね。まあ葉っぱがちょっと枯れそうになってもちょっと新葉が出てということで、まあ死には枯れはしないんですが、成長したとも言えないような状態なんですね。なんせ外での最低気温は泉おっぱという小高い山なんですが、そこですと最低気温が6度ぐらいになることがありますので、昔は氷が降ったり小雪がちらついたとか聞いたこともありましたが、まあ、コーヒーもバナナも枯れはしないけれども成長もしないというような気温になってしまうんですね。まあそれを運んで、まあ郵送して、そして最初は畑に植えてみて、やや成長してきたものをまた選んで、こちらのサンルームに持ち込んだんですね。で、まあ、このような覆いの中で、なんとかかんとか越冬して、今5月の下旬ですが、これからそうですね、和歌山県ですと、よく路地でも、バナナが成長するのは2006年の時にバナナの栽培を始めた経験からすると、9月ぐらいまでは葉っぱが結構伸びて
草子、草、竹も大きくなるんですね。ですからこのベジタブルバナナの現状からしたら、あとそうですね、6、7、8、9と4ヶ月はありますので、これはかなり苦しい状況になるだろうと思いますね。おそらくこの銀バナナとか、一番向こうに葉っぱが一枚見えるマッサンバナナとかも、てっぺんが使えて苦しい状況になるのではないかと思われますね。まあ体力的な問題もあって、ここからそうですね、畑の方に持って行ってもう一度地植えするのはもうよしとこうと思っていますね。まあちょっとした中苗ぐらいでしたら、まあこれぐらいの、そうですね、まあ、背丈がだいたい1メートルぐらいまでのものでしたら、まあ掘り上げてどっかに植えてもいいんですが、これぐらいになるとおそらく根株全体についている土を落とさないとすると、一人で持つのがギリギリ、私の体力ではギリギリぐらいになってしまうので、もうこのままにしておいて、バナナがどのように自己調整して生きていくものかの観察とともに、あとこちらでも何がしか工夫して、まあ葉っぱのそうですね、20-30% カットとか、そういうことで対応して、まあなんとか何本か開花するのを見てみたいと思っていますね。もしかすると開花しても結実が冬に差し掛かるかもしれませんので、無加温で、まあ低温のところで結実した場合に、まあ霜の害は受けないんですけれども、低温の中でどれぐらい熟してくるものか、それもまあ観察しなきゃいけないなと思っていますね。沖縄では冬のバナナはまあダメだということになっています。まあ実際そういう例が多いのですが、一度まあ山の中の道でコーヒーをたくさん植えていたところに近いところ場所だったんですが、島バナナで冬の初めにそれまで食べた中で一番おいしい実をつけたことがあったんですね。島バナナは普通は沖縄では冬に入ったら、まあ、とてもまずくて食べられない場合が多いのですが、育った環境によっては、ああ冬でもおいしい島バナナができることがあるんだなということを実際に体験しましたので、まあ、和歌山でも結実が冬に差し掛かっても、どのような生育環境でなら美味しいバナナ、あるいはまあまあ食べられるバナナができるものか、まあこれから私も研究していかないといけないなと思っているんですね。まあこのバナナの葉っぱが後から出てきたものほど低い位置に収まって、次の葉っぱの展開してくるのを待っているという姿にはちょっと感銘を覚えていますね。